今日は優しくしてあげてライトに、うん、そうだよ、痛いなんだよね、貸して、痛いだったね、ここ痛いだったの、ここも痛いなの、ここも痛いなの、あーそうなんだね、ライちゃん痛い、そうなの、痛いね、やだね、急に動かんくなるんだけど、そうさ、ライちゃん、さっき散歩の時さ、ね、それ言っちゃいか、痛いんだよね、ライト痛いの、うん、痛そうだもん、本当だ、すごい痛かったの、ライちゃん、なんでそんなちゃかすのよ、本人むっちゃ痛い気持ちになっちゃったの、今ほらもう気づいちゃったの、ここ気づい、怪我してた、重症だったわ僕、なんでバカにすんのよ、優しくしてあげてよね、えライト、やだね、痛かったね、ここ痛いだったからちょっと嫌だったなと思ったのねえ、そうなんだ、ライちゃん痛かったねえ、お散歩の時は痛くなかったの、お散歩の時走ったの、キャッキャ言ってたよ、あそう、うん、帰ってきた後日向キャッキャ、血が出てきて気づいちゃったのねえ、笑ったんだって面白いけど、さすがにさっき痛くなっちゃう、ついとるんよって言った瞬間あれみたいな、ひなが出とるんかなと思ってあれひなまだ3ヶ月だよなと思ってさ、一瞬あれひな3ヶ月だよな、早いよなさすがにと思ったら、ライトだった、ライトの重症、ほらほら、さっきまで元気だったのに、さっきまで元気だったのに今はもう元気なくなっちゃった、笑顔なくなっちゃった、やだね、ライちゃん、もう今日はみんなと遊ばずに寝よっか、みんなと遊ぶのやめて寝るか、ため息ついてる、え、おーい、さっきまで痛いの人どこ行った、ライちゃん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 って、ライちゃんって、さっきまで痛い人だったの誰だった、ライト、ライト、じっとしときな、ライト、ライトくん、ライトくんって、どこ行っちゃったんだろう、痛いしたライトくん、不思議ねえ、ちょっと足痛い人どこ行ったのよ、ライト、ライト、これはどうしたの、これ、このお手ていいの、このお手て、このお手てはもういいの、終わり、痛い痛い、足痛いだからさ、ひなちゃんに今日休んでもらって寝くの、ライちゃんって足痛いのどこ行ったのって
ちにしよっかな。おもちゃと遊ぼうか、うれちゃんと遊ぼうか。出てたくもういい？大丈夫？大丈夫。出て痛かった？大丈夫。ひなちゃん、ライトの包帯外すのやめて。ひな、ダメ、ライ、ひなの方、ライトの包帯取らないで。お兄ちゃんもう わ、機嫌悪、今日は機嫌悪いぞ、やめときな、な、今日は結構機嫌悪いよ多分。今日お留守番だったからうるねえ、ウル多分今日お留守番だったからか、むちゃくちゃなんかいつもと怒り方が違う、機嫌がすこぶる悪い。もう今日土しょっぱつか頭殴っとるもん、ちょっと立ってからじゃなくて。今日はお留守番だったもんね、ごめんね、ウルちゃん。あーもうこれこれ今日はもうやめなさいって。